元あご機嫌あごひげあごひげあごひげ こんばんは。月曜10時はアゴヒゲの時間です。はい、絶対アゴヒゲ領域始まりました。はい、この番組はアラフォーの男たちがお送りする脳活性化促進バラエティです。お、はい、スカトリックな番組ですね。スーカトリック、スーカトリックな、スーカトリック、うん、まあどっちもなんか良くないような感じしますね。先ほどびっくり発言が出ましたけど、何が？やったでしょ、ちょっと始まる前にちょっとうんこしたいって。あのそのチョコにあやさんがあのここに置いてあるミントを見て私も食べたいって言ったんですけど、一瞬びっくりしちゃった。どれに対するレスって思っちゃった今。どっちだって。スカトリック、スカトリックいいですね。スーカトリック、セントスカトリック学園になることだと思う。かっこいい、あそれいいな、ちょっとネタにしよう、セントスカトリック学院。ライバル校ね、ライバル校。またスカトリックなやつらが来たぜっていうテニスの試合とかやっちゃおうかじゃあ。汚い手ばっか使いやがってつってね。なんでボールが2つもあるんだ。面白い、はい、ミュージカルになりそう、ミュージカル、テニスか。絶対イケメンやってくんないしね。え、そうですか。イケメンやっても面白いじゃないですかね。あ、もうコネを使えばいくらでも。コネって、うん、まあできないこともないですけど ね、うん、スカトリックな舞台なんですけどどうでしょうか。それ説明するのもちょっとね、カナダジュンさんの方やってほしいですね。はい、そうですね、うん、ぜひ企画書を。スカトリック、はい、相手校はスカレスカトリックといい、はい、ここの3年生、うん、でもあの確かに、他校あった方が話としては面白くなりそうな気はするね。ライバル校ですね、うん、はい、じゃあぜひ皆さん温めてくださいね、はい、このネタ。まあ今日もそのあごひげ学園のコーナーはありますので、ね、やりますよ、その時にまたゆっくり話しましょう、うん、はい、はい、さあそんなわけで、はい、一通ね、はい、ミルさん、お、これ本当はね大将たちに聞け宛てに送られてきたメールなんですけど、はい、ちょっと僕もこれ冒頭で言おうと思ってたのについでだから読んじゃいますよ、はい、僕たちの敬愛する高橋名人が5月末をもってハドソンを退社することになり、名人のブログ16連射のつぶやきもクローズすると発表しました。あまりのショックで目の前が真っ黒になりました。ブログの更新を楽しみに生きてスターソルジャーのテーマで興奮し、スイカ割りを真似してきた僕は今後一体何を楽しみに生きていければいいのでしょうかと。まあそういう風にね、自分のこう指標を失った人っていうのはたくさんいるんじゃないですかね。でしょうね、人大将もそうじゃない、ね、気づいた人ですからね、うんうん、そうですね。いや本当びっくりしてね、うん、ついさっきニュースで知ったんですけど、なんかもう先週ほらいろんなことがありすぎて、うん、いろんな方亡くなったし、うん、小玉さんとかね、はいはい、今週もね、今週はだって山田裕之さんとかね、津川雅彦さんのお兄ちゃん、お兄ちゃんですね、で奥様先立たれてね、そうですそうです、はい、さんね、うんうん、まあ、そんなバタバタ、そんなバタバタ中に、うん、そんな不法が続く中、高橋名人までまでが不法じゃねえし。いやでも本当に僕らその昭和を生きてきた、ね、あの見てきた人たちがどんどん亡くなったり辞めたり消えてったりとかっていうのが消えてったり、うん、っていうのが最近寂しいですよね。ですね、まあだから高橋名人もそのうちの一人になっちゃったのかなみたいな、何されるんですかね。そうですよね、うん、大人の事情でまだ言えないって言ってましたよね、はい、うん、あでも構想はあるんですね、フリーの名人、フリーの名人、いろんな名人ですよ。今までハドソンさんでやってきた意味がなぜ今になってっていう、いやねえ、うん、今後はどこから冒険島が出るのかと。おう、ついてきてるかみんな。みんな何年生まれや、ええ、どこ中やみんな。あ、毛利名人知ってる、うん、僕どっちかというと毛利名人派だったんですね。橋本名人とか言いましたね、橋本名人、バンダイの方、はい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 、メガネかけて
四つ足の人。はあ。反応したね今。四つ足の人がいたんだ。四つ足、ね、知らなかったわ、うん、それ。四つ足で手がさらにある。何ファミコン？うん、ファミコンの人。ファミコンの人。ファミコンの中の人。半導体的な人。そら知らか知らなかった。知らかった。知らかった。知らかったね。いやでも本当に気になりますけど、高橋名人の今後の投稿は、まあ一応質問みたいな形で、何を楽しみに生きていけばいいのでしょうか。あ、まあスイカ割りを真似したって感じますか、ね。はい、まあ、一番いいのは、まあ、今後も高橋名人を応援、まあまあ死んだわけじゃないのでね、もしくはあれじゃないですか、あの中国 の爆発したスイカを追っていくってもいいじゃないですか、スイカつながりで。なるほど、そしたらまた高橋さんにたどり着くかもしれない。巡り巡ってね。はいはいはい。あれ高橋名人やったんですかね。あの、それの責任を取って。あ、隕石悪ふざけ、悪ふざけが過ぎたんだ。いやでもね、それはいかんよ。いかんよ、いかんよ、非常にいかんよ。俺たちが、俺たちが悪ふざけ、みんな悪ふざけ。いやでも、ね、中国いろんなの爆発してますね。そうね、スイカ、スイカ、あとあれだ、豆板醤。豆板醤、豆板醤、うん、なぜ豆板醤が爆発するの。なんか要はあれってなんか何でしたっけ、そら豆だからエンドウ豆がなんかをずっと発酵させて作る調味料なんで、発酵は止まんなかったんでしょうね。で容器の中でどん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 膨れてって、なんかの衝撃で多分蓋がバーンって飛んだんじゃないですか、うん、主婦が目に思いっきり入ったって言ってましたけど、本当に痛いでしょうね。え、辛くなるわけ？目がね、うん、辛口な批評ができるようになる。あ、口じゃねえな。反省した。自分で反省しちゃった。でもそっから入っちゃうとまた、うん、自分自身が発酵始めちゃうからね。そうです、もう気をつけないと。あら、あのアキラのラストの方みたいに、うん、扇風機おさみたいにふわーって膨らめて。ちょっと失礼。ちょっと失礼。うん。うん、そうですよ、そんなこともあったんですね。豆板醤は半減期が50年とされてますから、はい、一回体の中入ったらもうずっと発酵し続けるからね、はい、50年50年も、はい、どんどん辛くなってきますね。そうそうそう、大変です。いや、味のある女になるんじゃないですか。おおねえ、お今日はいくね。どうだ、攻めるね。おお、どうぞ、治ったね。はい、ね、そうなんです。皆さん、呪いから解き放たれまし た。午後の子、午後ティーのミルクティー味を飲んだら、午後の子、そこまで言ったんやったら別に間違ってないんだし、あとうちゃだけじゃんか。そう、なんか止まっちゃいました。商品名言って大丈夫ですよ、うん、大丈夫ですよ。じゃ午後の紅茶のミルクティー味を飲んだら治りました。待って、午後の紅茶のミルクティー味って変じゃない。え、午後の紅茶の、午後の紅茶のティーや、それ完全に。じゃあミルク味、ミルク味、ん、いやそれも違う、午後のミルクティーでしょ。あ、そうだ、え、午後の紅茶ミルクティー、そんな商品名ないよ。午後の紅茶、ん、なんだろう、うん、本当はなんだろう、午後の紅茶、じゃあ何なんですか。午後の紅茶、聞いてないやん。午後の紅茶、イングランドシティ、あからの、からの、からの脱出。それが正式名称。なるほど、なるほど。もうクソゲーですね、それ。絶対クソゲーだわ。面白そうだけど。はいはいはい。手に取っちゃう。そんなわけで、それがあって iPod。はい。iPad の工場作ってたのがなんか爆発して、二人亡くなったらしいです。で、ほらだから。あのリンゴのマークがなんか欠けた状態で出荷される。そうそう、はい、あら、泣く泣く仕方なく、仕方ない、うん、はい、今日調子悪いな、調子悪いんすか、調子悪いな。調子悪いんですって。そうだ、ハドソンさん、そうですよね、コナミの完全子会社だったんですよね。あ、そうだそうだ、うん、それも影響あるのかもしれない、ね、そうだね、台東もそうなんでしたっけ。あ、台東どうなんですか。タイトもどっかの参加かなんかに入ってたっけ。スクエニかなんかの、確かビルの、同じビルの中に確かタイトさん入ってたんですね。本当にね、あのゲーム業界も大変でございますよ、なんだ、合併あったり吸収あったり、うんうん、ね、次どことどこくっつくかね。ケムコとジャレコ、ジャレコ
ジャレコはもう入ってるかどっかに。本当？入ってなかったっけ？どっか？じゃあジャレコとどこ？ジャレコとジャレコとケムコじゃない？ケムコかな。データイーストとジャレコ。イーストエンドプラスジャレコ。プラスジャレコ。いやまあでもあれですよ、はい、ゲーム業界ほらもう世界に対抗していかないといけないっていうか、はい、そうね、前もなんかね真面目な番組見てましたけど、そうあの海外の作り方を見てちょっと驚愕してしまいましてですね、日本が追い抜かれている昨今、はい、昨今もうみんなで協力して資本を増やして対抗していかないといけないんじゃないかみたいなことになってるとは思うんですけどね。そうですね、うん、そんな中ソニーの流出事件ですよ。そうですよ、はい、ね、あれもすごいですね、うん、ね、あんなでかくなるとはね、うん、知ってる詳細どんな事件でしたっけ、うん、あれですよ、その日何を買ったかレシートが全部流出すること になってしまった。巻きの状態で巻いてあるやつがね、はい、お客さんに渡す方じゃなくて、うん、全部最後に最後巻く、はい、レジ締めするときに巻くやつ、はい、全部情報がバレます、はい、あら大変だ、はい、またあの人投稿写真買ってるわみたいなのですよ。そうそう、あ、なるほど、朝4時にジャンプ買いに来る人また来てるってまたファミチキってそっちもか、全部ファミマもか、全部出ますよ。あ、なるほど、ねそれは恐ろしいですね、はい、はい、なんかあれもね、最初ほらあのジオホッツ君っていう有名なハッカーがいるんですけど、はい、まあ、僕あの iPhone のジェルブレイクでよく知ってる人なんですけど、はい、まあ、そういうなんかシステムをこうクラックして書き換えたりとかして、うん、なんかプレステの中にユニックスをインストールするとか、リナックスか、はい、インストールしたりとか、うん、で楽しんでた人なんですけど、はい、まあ、それがソニーの逆鱗に触れちゃいまして、はい、その知的財産権に、はい、抵触するって言って、うん、訴えちゃったんですよ、はい、そしたら、その、まあ、ハッカー仲間のアノニマスっていうすごいでかい集団がいるんですけど、アノニマス、はい、がなんか報復で、はい、やっちゃったっていうような話があったりなかったり、なるほど、本人は否定してますけど、うんうん、うちらじゃないという、うん、あ、噂としてあるってことですか、怖い、それもすごい怖いですね。でもそしたらそれが本当ならハッカーが本気出せばどんな情報でもバレちゃいますよね。うん、え、敵に回していけないんです。すげえサイバーテロじゃないですか。うん、そう、いつ服の中入ってくるか分かんない。うわ、ちょっとやめてくれません。やめてください。隠せ隠せ、ね、隠しまくれ。隙間作んないようにしますよ、服あのガムテープでここグルーマギにして袖とか防護、ね、マスクとかねそんなんでいいんか、そうなんですね、寒さ対策とサイバーテロ対策はね、はいはいはい、ガムテープで袖口を止めて、うん、過ごしてください、はい、気をつけてね。さあさあ、はい、なんか面白い話皆さんありますか。どうでしょうなんだこの二人も振るだけ振っといてなんなんだよ。いや今日まだちゃんとコメント一回も見てねえなと思ってね、うん、ちょっと見ましょうかね、はい、スパイシーチキンの方が美味しいらしいですね、うん、何情報やけど好み話だ。今唐揚げくんもいっぱい種類あるのよね。ああ、唐揚げくんってどこの商品でしたっけ。ローソン、ローソン、はいはいはい、ローソン、チーズとかレッドとか、うん、ね、期間限定でいろいろ出ますよね。結構挑戦するんですけど、ローストビーフ味、そう、マグロ味とかね、うん、チョコミント味とか、チョコミント味とか、チョコミント味、あ、チョコミント味は売れたね。スースーして美味しいって。スースーっていうかハーハーしちゃうんですか、もう。あのチョコのつぶつぶがまた美味しいですね。そうなんですよ。うんうん、あれ確か検温フェアの一環で出てましたもんね。うん、スイーツ的だね。はいはいはい。昔2種類ぐらいしかなかったけどね、赤と黄色と。うん、赤味と黄色味ね。はい。共産味と。つまようじは先に赤旗ついてるからね怖い怖いよ怖いよそんなん15年後ぐらいに売ってんじゃないですかね、そのうち。そうなの、分かんないけど、そんなもん OK になりそうじゃないですか。だから昔のあの赤狩りっていうので
捕らえられた、狩られた人があれなんですよ、レッドなんですよ。赤狩りね、よく行ったね、これ掘りに行ったね。そう、赤狩りね。山にね、山にね。そしたらなんかこう、人の形にこう、石灰が引いてあるんですよね。あーあー、そうか、そんなのもとみたいな。怖いわ、もう怖い話で、なんか最近なんか面白いのでそう、怖い話で思い出した。そうや、そうや、そうや。思い出すなと言いたいですね。ちょっと今のうちにこれ噛んでしまう。ああ、出ました。これはあの僕らの中で一世を風靡したと言われている怖い話ガム。そしてあれ新怖い話ガム。おお、すごい。どんなにたくさん、ね、オール新作全18話です。すげえ量がすごいな。あれなんで箱から袋に変わったんですか。箱はね、多分3枚ぐらい入ってんじゃなかったかな。あ、はい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 。某スーパーでしか売ってないと言われている、ね、そうなんです。超怖い話ガム。これ買った時はこれ一つずつだったのにね、うん、すごい増えちゃった、増えちゃったね。夜に増えるからね。すごいですね、うん、ちょっとね今日これ紹介しようかな。おー、いいですね。あの週に1個ずつ読んでったろうかなと思ってるんですけど、はいはいはい。どうですかね、トップ聖火さん。まあちょっと電話してみますよ、トップ聖火さんに。こんなことやってるので、はい、新しいストーリー考えていいですかみたいな、ね、あ、それいいな。あ、いいですね。あ、怖い話募集しよう、これから夏に向けて。なるほど、怖、はい、あ、また思いついちゃった、思いついちゃった、私。あ怖い話、あ、超怖い話を送れのコーナー。また人頼りだ。あなたの経験した怖い話でもいいし、全くの創作でも構いませんので。怖いな、うん、怖い話をぜひ送ってください。 そうですね、うん、それを集めて超怖い話ガム大人編としてトップ聖火さんにね、はい、提案してみようかなと。はい、だいたいマージン 15% ぐらいで、もういいパーセンテージしておきますね。まあみんなで分けますからね、はいはい、多分ね、うん、1個40円ぐらいだったかなこれ確かね、うん、へえ、そうなんです。まあちりつもですよ、こんな1個6円ぐらい入ってます。じゃあ今日はちょっとこの総集編を、総集編、はい、読みたいと思います。読みたい人いる？やっぱこう、俺やっぱもうプロの方。そうですね、我こそは怖く読めるぞという方、リスナーさんの方で我こそ、我こそは怖く読めるという方は。なんかこうサラリーマンが聞いて怖い話みたいなのってないのかな。え、リストラされましたとかですか。あー、そういうリアル系の怖い、大人として怖い、うん、あ、なるほど、怖いみたいな話をちょっと集めたバージョン作りたいですね、うん、はい、来週まで怖い BGM 用意しとかなかな。先に開けとこうかな。さあ、じゃあちょ、じゃあ BG はなしで僕らがちょっと効果音を作りますか。これ違うな、これ違うな。超怖い話ガム。になっちゃう。いやだ、怖い怖い怖い。何？やだ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 。ヘポやヘポ。はい、ということで、はい、超怖い話ガム総集編ということで、はい、その45、うん、女の子の髪の毛。ジョニーさん読んだ方がいいんじゃないですか？うん、ここは、ここは頑張ってください。はい。読むんだ。読みます。なんか声が聞こえる。先輩、あ、なんか聞こえるわ、先輩。 BGM 撮りましょう、はい、あ、BGM 撮りましょうって声あ、これとは違う、あ、こ、あ、なるほどね、なるほど、そこ入っちゃいけないところひっついてるとこですね。いけますよ、じゃあ。全員で風やってどうする。他のやれ。さあさあさあ、女の子の髪の毛。ある夜、変な夢を見ました。私の髪の毛を探して見つからないの。髪の長い女の子が泣きながら私に話しかけてくる夢です。夢の中で私は女の子の髪の毛を探しました。見つからないまま目をなんか心臓の音みたいなのが、見つからないまま目を覚ましました。次の日も同じ夢を見ました。私は女の子に、どうして髪の毛が欲しいの？と聞きました。女の子は、これがないとできないの、と答えました。何ができないの？と私は尋ねましたが、返事を聞く前に目を覚ましました。私は女の子の髪の毛を見つけないと、
この気味の悪い夢を見続けてしまうと思いました。そしてやっぱり次の日も同じ夢を見ました。私は髪の毛を一生懸命探しました。もう夢を見ないために。ようやく長い髪が見つかり、私は髪の毛が見つかったよと言ってそれを女の子に渡しました。探してくれてありがとう。女の子は不気味な笑みを浮かべました。あなたの首を絞めるために長い髪が欲しかったの。そう言うと女の子は私の首に髪の毛を巻き力いっぱい締めました。助けて。私はかすれた声で言い、そのまま目を覚ましました。夢でよかったとつぶやき、鏡を見てびっくりしました。私の首には髪で締め付けられた跡があったからです。そして私のベッドの周りには長い髪の毛が何本も落ちていました。ざわざわざわ。おい鳩胸王子おい鳩胸王子、今のは何だね。はあ、これは普通に怖くないですか。うん、これは怖い。なんか絵がすごいんですけど、これいいですか。うん、どうぞ。これがオチのページの絵なんですけど、いや結構怖かったです。怖いね。前回のやつよりは来ましたね。うん、要は髪の毛で締められた。はい、はい、で髪の毛もバラバラと落ちてたっていう。髪の毛じゃないかもしれないですけどね。それえ、なんなんすか、ライオンとかじゃないですか。ライオンのたてがみとかじゃないですか。毛分けなんだ。毛分けなんだ。うん、まあそんな感じでね、うん、こうやって超怖い話ギャグを毎回毎回こう紹介していければなと思いますけど、噛んでは怖がり、噛んでは怖がり、そうですね。はい、トップセイカーさん、はい、ま、なんかご連絡ください、はい、こっちからも連絡しますけど、はい、来週は人面岩の話をしようかな。はい、人面岩 お楽しみにって、うん、お楽しみに。さて来週のってやつですね、うん、さあ来週の超怖い話は人面岩です。そろそろ怖いシーズンになってきましたね。僕もオファーが殺到して大変です。なるほど、はあ、おかしい、はあ、おかしい、しょうがないです、ね、うん、はい、まあ、皆さん送ってください、怖い話。あの我々も考えますんでね、はい、はい、まあ、怖い話を数多く人一倍してきた我々ですから、はい、はい、いろいろあると思います、うん、ゾッとする話がね、はい、うん。あ、面白かった、はい、ありがとうございます。はい、さあどうしようかな、うん、そろそろ曲いった方がいいのかな。じゃんけんそんなかい。まだ早い、こんなもんか。いいよね、じゃあ曲をかけます。はいよ。ですね、数年前に私が、曲作りましたですね、ゲームが空を飛ぶ7つ目の魔法というゲームなんですけど、これの主題歌君から始まる奇跡という曲を、作りました。歌は加瀬愛奈さんです、聴いてください、どうぞ。